本日のお弁当作りやりたいと思います。これはフリーのところでいかに周りを驚かし妖怪になりきれるかというのがポイントです。まず最初、手を前に出してください。で、右からジグザグ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 、はい、右で小豆洗い、はい、左小豆洗い、はい、右丸、左丸、歩きます。ベッド、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 ぬらり前に2個出すんですね。はい、はい、右にゃん、ネコマタさん、にゃんにゃんにゃん、またジグザグ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 、左足洗い、左足洗い、右回る、左回る、ベッド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 、はい、どれだけ妖怪になりきれるかがポイントのこの妖怪音の私たちマジボンボドリムの PV にもなっております。今日はカセットも販売しておりますのでね、後で本部の横で CD と一緒に見てみてください。それでは目に見えるもの見えないもの、大人も子供も動物もみんな一緒に踊ってまいります。1、2、3、4、妖怪妖怪ご妖怪、はい、ボー
会のなりきりぶりありがとうございます。それでは少ししっとりした盆踊り曲も参りましょう。先ほど、オープニングで少しレクチャーをさせていただきましたけれども、神奈川の素敵な地名をいろいろ盛り込んだ神奈川踊りというのがございます。そちらのナンバーをね、先ほどもちょっとレクチャーしましたけど、神奈川踊りも円の中心を向かって踊ります。皆さん円の中心を向いてください。今のうちに入れる人はどんどん入ってくださいね。踊れる、このうち最後まで、ね、踊ったら踊れるようになっていると思います。はい、じゃあ行きます。はい、踊り神奈川踊り。掛け声から言ってみます。私がハーッと言ったら皆さん右手をドーンと上に引き上げて、コーン
はい。